こんにちは、動画ファンの成田です。今回は iPhone が iOS15 にアップデートして、カメラでテキストの読み込みができるようになりましたので、そのやり方をご紹介いたします。iPhone の新しいバージョン iOS15 がリリースされて、この iOS15 では様々な機能が追加されたんですけれども、今回ご紹介するのはカメラ機能に追加された新しい機能となります。 iPhone のこのカメラを使って写したものの文字、テキストを認識する機能が増えましたので、その使い方をご紹介してまいります。ではまずはそのテキスト認識機能をオンにする必要がございますので、こちらの設定アプリを開いてください。設定アプリ開きましたら、少し下にスクロールをして一般、こちらをタップします。ここで設定する前に一つ確認をしていただきたいんですけれども、この一般の中にソフトウェアアップデートという項目があるんですが、こちらをタップして新しいアップデートがないか確認をしてください。ここで iOS15 になっていない、まだ iOS14 のままだったりとか、このように新しいアップデートがある場合は、まずは新しいアップデートをインストールしてください。iOS15 以上のバージョンである必要がありますので、まずはこちらで自分のバージョン確認をしてみてください。そしてこちらの一般のところですね、もう少し下にスクロールをしてみましょう。そうすると言語と地域という項目がありますので、こちらをタップしてください。そうするとこのような項目出てまいりますので、こちらもまた少し下にスクロールしてください。そうすると一番下にテキスト認識表示という項目があります。こちらのスイッチタップしてオンにしてください。このように確認画面が出てまいります。で、実はここに書いてあるんですが、実はまだこのテキスト認識機能というのは日本語は未対応となっております。なので日本語はうまく読み取れないんですけれども、 URL であるとか電話番号などは読み取ることができますので、まずはこちらオンにして使ってみましょう。これでテキスト認識の設定は完了となりました。こちらの設定アプリは閉じてしまって OK です。ではカメラを起動して実際にテキストの認識を行ってまいりましょう。それでは今回は例として、私がいつもお配りしているこちらの名刺を読み込んでいきたいと思います。対象物にカメラを向けてください。で、カメラが文字を認識すると、この画面の右下のところにこのようなマークが表示されます。で、今カメラ上に名前とか電話番号とかが映っているんですけれども、特にこの電話番号のあたりを黄色い括弧で囲っているのがわかりますでしょうか。今ここを認識していますよという合図になります。これでよろしければ、この右下のこちらのアイコンをタップしてください。そうすると今読み込んだ部分がこのように表示されます。で、例えばこの電話番号の場合、電話番号部分をタップしてみましょう。そうするとその電話番号に直接電話をしたりとか、メッセージを送信したりとか、あとはフェイスタイムを使ってビデオ通話をしたりすることもできるようになっております。またコピーをすれば対象の電話番号をコピーしてメモ帳などに貼り付けることができるようになっております。また読み取った内容が URL だった場合、 URL をタップすると直接サファリで対象の URL を開いたりとか、リンクをコピーをタップするとこの URL をコピーしてメモ帳などに貼り付けることができるようになります。また私の名刺にはこのように自分の YouTube チャンネルの QR コードを表示させているんですけれども、このように QR コードを認識すると、この QR コード YouTube なので直接 YouTube を開くことができるようになります。この黄色い YouTube と書いてあるところですね、こちらをタップすると直接 YouTube が開きます。また同じくこちらの下のテキスト認識のボタンですね、こちらをタップするとこのようにリンクをコピーしたりとか、サファリで開くのか、それとも YouTube アプリで開くのか選択することができるようになっております。またこのように名前も今読み込むことができたんですけれども、対象部分をタップして、でこのように選択をして、そしてコピーとやって、
このようにメモ帳などを開いてペーストで貼り付けてみると、こちらはうまく読み込みできておりますね。ナオミ成田というアルファベットの名前も漢字の名前も読み込みができているんですけれども、もしかすると日本語は非対応なので日本語の場合うまく読み取れない可能性がまだあるかもしれませんが、ご了承ください。このように書いてある内容をコピーしてメモ帳などに貼り付けることもできるようになっております。このように iPhone のカメラ機能で写し出したものの文字を認識、テキストを認識して読み込んだり、またそのまま電話をかけたり URL を開いたりすることができるようになりました。 iOS 15の新しい便利な機能となっております。ぜひお試しになってみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。この動画が役に立ったという方は高評価ボタン、またチャンネル登録をしていただくと嬉しいです。もしこの動画にご質問のある方はお気軽にコメント欄へご質問くださいね。動画ファンでは毎週月曜日と金曜日に動画をアップしています。